グランドがいますか。前田レオ中に入れてから、さあ前田が入ったところ、レイアップ、バスケットカウント。昨日は本当にわずかなプレイタイムしか与えられませんでした。前田山選手を使っていきました。さあここは名誉から葛原、外ウィリアムズ決めてくる。ともコミュニケーションを取っています。玉木がシュート打ってくるが、決めてきた。いいシュートですね、はい、その出身選手でもあります、トング、テイラー、バスケットカウントだ。これはテイラーが攻めていきました。ここはオクテウスのファールです。オクテウス3つ目。最低でもやっぱり同点で終わりたいですよね、はい。さあここも 2-3 でいくか、外からハミルトンだ。滋賀がリードして第3クォーター。晴山打ってくる、来ました。晴山ケビン出てきました。これで田島から外に振る、橋本で葛原でした。ニックメイヨはここはドアンハンドダンク。トングから晴山、ここもなかなか中で攻められないが、ハミルトンがスリーポイントシュートを打ってきた。さあ、ドイツがハミルトンを見て、ハミルトンディープスリーを打った、決めた。オクテンスが打つが、リバウンド、ブラント。さあもう一度オクテンスが入っていった、そしてバスケットカウント。ある中の3つ目、ナイスプレーでした。点数そうですね。オクテンス振ってハミルトン、ハミルトンのディープスリーだ、決めた。まだ外、テイラーがあった。あ、これ来ましたね。村上とのマッチアップ、リバウンド、うまく崩原カバーした。あ、渋いですね。スティールしたのはここはテイラー、そしてニックメイユが運んでいってレイアップ。得点になります。ジョーダン・テイラー2本揃えた。ハミルトンが攻めていった、外に振って村上スリーポイントシュート。これね、やっぱりハミルトン選手さすがですね、ここで村上選手に出せたのがですね、はい、いや素晴らしい。ここテイラーがヘルプに行きましたから ね、そうですね。これで村上俊斗が空きました。そしてよく決めてきました。ナイスショット。さあここは残り7秒6、きますか。チーラースリーポイントシュートだ、リバウンド、もう一度、ここ、スタンドオーバーになる、そして時間を費やした。